はい、ではオルバ、あ、入ってから実況取ればよかった、ミスった。オルバも、新しく出たところなんですね、これが。どこと繋がってたんだったかな、アガスティタワーかな、アガスティタワーの、F100 だったか200だったか、申し訳ない、ちょっと定かじゃないんですが、と繋がってたオルバ。なんかありそうな気はするんだよね。あと、ヤシャスだな、確か。ヤシャスにめちゃめちゃ強い敵がいたんだよ。そいつと戦うのも動画にしようかなと思ってるけど。モーグリってどこで生まれたの？故郷に家族はいるの？知らない、クポ。物心ついた頃から一人だった、クポ。わからないんだ。じゃあ、どうしてバルハラにいたの？それも謎、クポ。時の狭間でプラプラしてたら迷い込んだ、クポ。バルハラではいろいろあった、クポ。クポ、でもライトニング様に拾われて丸く収まったから何の問題もない、クポ。ほう、要するに行き当たりばったりか。羨ましい人生だな、クポ。お気楽人生、クポ。我らの世界でそれやるとニートまっしぐらじゃないですか。羨ましいけども。ただニートはニートで辛いんだろうなぁとは思うけどね。まずいきなり狭間があるのね。2週間ちょいぐらいかな。思いっきり風邪ひいてずっと寝てた時があるんですけど、結構辛かったよ。逆に。焦りじゃないけどね。なんていうか、中途半端な場所だよな。作りかけて途中でやめた世界、そんな感じだよね。正解、クポ。時の迷宮は未完成の空間、クポ。よく知ってるな。そういう話誰に習ったんだ？ふるさとで仲間に教わったとか。ねえモーグリ、ふるさとのこと本当に覚えてないの？全然思い出せない、クポ。こんだけ知能が高いんだから一人で生きてきたってことはまずないと思うけどね。チョコボだ。これはそんなに難しくないよね。ただくっつけるだけだから。外した。よいしょ。はい。これはどこだ？オッケー。あの数字のパズルに比べたらこんなんもう。ワンチャン目つむってもいけそうな気するけど。まあ、しないけどさ。今度は何？これ、プリン？さあ、でもすごい簡単じゃない？絶対これくっつくわけだから。あ、そっか、色が変わるパターンもあるか。はい、オッケー。これはカットでもいいやつだな。まあしないけどさ。いいねー、平和だねー。パズルだと時間食うからな。今度はなんだ、オチューの友達？これ、あ、変わった。黒。エメラルドっぽいやつ。白。緑っぽい。これは何色？青っぽい。黄色。オレンジ、紫か、白。以上。あ、スキップできる。あ、終わった、よかった。これ長々とやってもあれですからね。不定期更新とか言ったけど結構動画になってるな。よかったよかった。新しいエリアは動画撮りやすいよね。
で、取れてないフラグメントを裏で回収する。女神様のおぼしめしくぽ。いけてないところ、到達度 92% だけど、完全にこの、暗い部分で、おっと、戦わずに済むなら、OK、敵が動いてないから多分大丈夫だと思う。若干動いてたけど。また、あるね。ここ、っていうか、オルバすっげえ綺麗なとこだったよ。もうなんか、砂嵐が。迷宮が多いなぁ。同じやつだったらカットする。うわ、なんか違う、今度。どうした、モグ。お宝でも見つけたのか？違う、クポ。懐かしい匂いがするクポ。ずっと昔、どこかで嗅いだ匂いクポ。昔って、お姉ちゃんと出会うよりもっと前？クポ！そんなに懐かしいってのは、ひょっとして故郷の匂いじゃないか？この迷宮がモーグリの故郷に繋がってるとか。考えてみると、よその迷宮でもこの匂いを嗅いだ気がするクポ。それなら他の迷宮も調べてみようよ。あちこちの迷宮を調べてみたら、ふるさとの手がかりがきっと見つかるよ。モーグリって何歳なんだろう。セラとかより年上な気がするけど。あ、はい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 、これか。あの、同じとこ踏んじゃいけないってやつですね。リトライ。で、全部この星をと、星じゃない。このクリスタルを全部取れってやつですね。待ってね。赤が、一回しか踏めないやつなのね。手伝わないけど、頑張れ。こういうことか。んで、取って一回帰って大丈夫ってことね。オッケーオッケー。いいよいいよ。俺これ得意だから。全体が見えないとでも、白が二回踏んでいいんだよね。おっとっとっと。同じ場所にはずっとはいられないんだ。で、こっちから行かないとダメだ。よいしょ。さあ、あ、終わった。早っ。いや、でも、長いよりはいいか。うわ。これで時の迷宮2つ突破したわけなんだけど、もっと世界観変わらないかな。この砂嵐ちょっとなんとかしたいんだけど。パラドックス解決クポ。次の迷宮を探すクポ。迷宮があること前提。これはダメだな。よいしょ、よいしょ。これは戦闘しないとダメっぽいね。まあ、モーグリが反応してたんで、なんかあるかも。この世界でも、やっぱりこの海の方はいけないんだな。地図 100% が一番めんどくさい気がするよ。特に広いエリアは。わかりやすければいいんだけどね。あれ、どこだったかな？あと 2% くらい足りないところがあるんだよね。神道だね。神道アカデミアかな。なんかある。なるほど。あの神とアカデミアのね、あと 2% の地図埋めが本当にはかどんなくてさ、どこか全然わかんないんだよね。あの、やらしいことにさ、あの、年代が違うとさ、行けるとこ行けないとこがあるんだよ。多分そのせいだと思うんだけど。緊張してたら深呼吸な。また同じやつだな。全体像がこんな感じか。え、これむずいかも。あ、いや、いいんだ。先に右行かなきゃいけないのは間違いないから。
相当むずいかも。あれは最後に取るんだ。だから、こういっ、いけたかな。あ、いけてないか。あ、いけてねえ、ミスった。ダメだ。もう一回。これ落ちちゃうのかな。あ、やっぱダメなのね。一個前で止まりまーす。こんなところで終われない。道が途切れちゃわない？あー、まっすぐ突っ切れば大丈夫か。あ、大丈夫だ。まっすぐ突っ切れば大丈夫だった。なるほどね。おー、オッケー。楽しいな、やっぱこれ。一番楽しい、この迷宮が。どこまで行っていい、これ。位置が変わってる？それともあれを両方回収せよって意味？多分そうだな。あ、ちげえ。場所移りやがった、これ。いいんだ。どっちかを取ればいいんだ。そういうことだ。女神が微笑むさ。斜めはいけないのか。最後のとこが難しいな。解けないパラドックスはない。奥の方まで見えないかな。ゆっくり歩こう。オッケー、イエーイ。お、もう一個ある。いいね。楽しみましょうね。これも移動パターンか。ああ、そういうことか。この一つのやつを取んなきゃダメだな。そうするとその次どう動く。あ、そういうことか。全部リンクしてる、これ。ここだ。よいしょ。消えちゃう。オッケー。消えるな。オッケー。オッケー、クリアー。よっしゃ。これで、綺麗な景色に戻らないかな。それともまだあるのか。お腹空いてきた。プルプルレッドストーン。いいね。これどうやら全部迷宮らしいな。あ、なんかできてる。あそこに行けばいいんだろうな、きっとな。じゃあ行きますか。あれ行って多分クリアだと思うんだよね。多分この迷宮区3つクリアすると出ますよみたいなやつだと思う。各エリアにもね、あったよ、そういうの。これらをクリアするとここに出ますみたいな。多分その類ですね。最初なかったもんね。あ、チョコリーナさん、この辺じゃなかった。おっと、失礼。そこか。上登った先だね。これだ。
あれ違う？あれこれ最初からあったこれ。うわ、マジか。やられた。やられたこれはやられた。違った。あー、やっぱあるな、まだ。うわ、めっちゃあんじゃん。これちょっと、裏でクリアしちゃいましょうか。じゃあ一旦。やっちゃうわ。